静粛に静粛に、これより新しい部活動の会合を行います。どうもどうも。あの絆ちゃん、なんでチカル様もいないのに新しい部活動なの？パーシバルも不思議だってじゃーん、今日はチカルお姉様なしの部活動なのです。珍しいたまにはこういうのも面白いかなって思って。面白いな。では部活動の名前を発表します。新しい部はババーン、恋愛部よ。恋愛部？そう、私たちももう子供じゃないわ。これからは大人っぽさで勝負よ。恋愛部ってどんな活動するの？まずはみんなの恋愛経験を話し合うの。そしてお互いに知識を深め合い、大人の恋をしちゃうわけ。じゃあレモンちゃんどうぞ。ちょ、なんで私なのよ。キズナちゃんからどうぞ。レモンちゃんからお願い。でも私恋なんてないの？ダメだな、これだから子供だって言われちゃうんだよ。そういう絆ちゃんはどうなのよ。私は、あ、そうだ、カゴメちゃんは？パーシバル、恋って食べたことある？恋愛部、いきなり解散の危機ね。パーシバル、恋ってどこに落ちてるの？ストロベリーパニックドラマ CD ルリム編、お姉さまとメイド騒動。ねえレモンちゃん、どうしたの？チカルお姉さまって今までにどんな恋をしてたんだろうね。そういえばそんなこと一度も聞いたことないよね。でもチカル様みたいな素敵なレディはやっぱり素敵な恋を経験してると思う。そうだよね、どんな恋をしてるんだろう。私も早く恋がしてみたい。してみたい。ああ、私だって。あ、チカル様。お姉様こんにちは。みんな何の話をしてたのかしら。秘密です。あら、そうなの？あれ、秘密なの？恋愛部はまだ秘密にしておくの。でも、チカル様の恋の話聞いてみたいのに。あ、それは聞きたいかも。パーシバルも聞きたい。さてと、そろそろ今日の部活を始めましょうか。はーい。静粛に静粛に。これより本日の部活動の会合を行います。なんかそこはかとなくデジャブな感じが。レモンちゃん、どうかしたの？いえ、なんでも。では、本日の部活動は学園のモードを総合プロデュースする変身部よ。ちなみに本日の議題は本年度のチャリティメイドの衣装について。チャリティメイド？パーシバル、知ってる？カゴメちゃんは1年生だから知らないわね。チャリティメイドはまたの名をご奉仕って言って、みんなで学校の周辺でお掃除とかシスターのお手伝いとかのご奉仕をするの。その時にみんなで着る服がメイド服なので、通称チャリティメイドっていうのよ。ということは今年から衣装が新しく変わるってことですか？そう、そこで新しい衣装デザインを3校でコンペすることになったんだけど、そのコンペに我が変身部も参加することにしたわけ。それじゃあもしかして私たちがデザインした服をみんなが着ることに？すごい。渚お姉さまも着る？もちろんよ。かごめ、頑張る。よし、それじゃあみんなで新しいメイド服のデザイン頑張るわよ。おー、全然デザイン思いつかない。よく考えたら私たちっていつもチカル様が作った服を着ているだけで、自分たちで作ったことなんかないのよね。カゴメもできないの？あら、
いきなりデザインからじゃ難しすぎたかしら。だいたいメイド服ってどんなものかもよくわかってないんですよね、私たち。そうね。メイド服って一口に言ってもいろいろあるわね。デザインだってスカートの丈だっていろんなパターンがあるし、色だって黒ばっかりじゃないし。そうだわ、今まで私が作ったことのあるメイド服を見て参考にするのはどうかしら。賛成！賛成！大賛成です。そういえばチカルお姉さま、今まで作った服ってどこに置いてあるんですか？さあこっちに集まって。はい。え、なんでこんな机の下に？集まったわね。それじゃ、いくわよ。ん？え？これ何？下に降りてる。すごい！これエレベーターですね。なんでこんなものが部室に？これ何なんですか、チカル様？地下衣装部屋につながるエレベーターよ。メイド服のあるフロアもっと。はい。ほら、着いたわよ。うわぁ、広い広い。メイド服がいっぱい。さあ、気に入った服があったら参考にしてね。もちろん着てみてもいいわよ。なんで学校の地下にこんな施設が。あら、レモンちゃんはメイド服を探さないの？それよりどうしてチカル様は学校の地下にこんな部屋を持ってるんですか？レモンちゃん、この世の中には知って幸せになる知識と知らずにいた方が幸せでいられる知識があるのよ。うわ、チカル様怖い。キズナちゃん、ほら、レモンちゃんにぴったりのメイド服見つけてきたよ。ねえ、着てみてよ。パーシバルも見たいって言ってるの。え、そんなこと言っても更衣室はどこにあるんですか？残念、そんなものはないわね。でもここは誰も来ないし。そうそう、だから気にせずにほら脱いじゃえば。パーシバルも脱ぐって、別にクマが脱いでも。え、ちょっと待って、運動無用無用。待って、いや、ちょっと待って、それは待って、いや恥ずかしい。あらあら、音声だけしかお届けできないのが残念ね。ちょっと待って、なんで下着まで。待って。ということで、チカルお姉さま提供のメイド服を参考にして、パーシバルとみんなでメイド服完成しました。みんな可愛いのができたわね。メイド服、パーシバルとお揃い。カゴメちゃんのはビクトリア時代調の正統的なメイド服ね。レースとフリルで装飾多めのエプロンとヘッドドレスはお客様を接待するパーローメイド風かしら。モノトーンの服にカゴメちゃんの長い巻き毛が映えるわね。パーシバルもお揃いで一段と可愛いわ。よかったね、パーシバル。次、なんとか完成です。レモンちゃんのはちょっとレトロ風なカフェメイド服ね。いわゆるメイドっぽいメイド風じゃなくて、大正昭和時代のカフェの女給さんの雰囲気だわ。シンプルなシルエットがスラッとしたレモンちゃんのスタイルと相まってとても素敵ね。ありがとうございます。次は私。キズナちゃんは大胆なデザインね。膝上30センチのミニスカートのメイド服はキズナちゃんの背丈ではかなり刺激的だわ。カチューシャタイプのヘッドドレスも可愛いけど、なんといってもこのミニスカと合わせた白い采配級のオーバーにソックスが、そしてソックスとスカートの間から見えるこの絶対領域が。
キズナちゃんのあまりの可愛さに危うく理性を失いかけてしまったわ。可愛さは罪なの。ところで、チカルお姉様のメイド服はどういうコンセプトなんですか？なんか普通？そうね、チカル様だからきっと今まで見たこともないメイド服を作られるかと思ってたけど、意外に普通っぽいメイド服ですね。今回のメイド服は普通っぽさがポイントなのよ。何の変哲もないただのメイド服を着ることで、人の注目を避けて街に溶け込むことができるわけね。へえ、なるほど。そもそもメイド服って時点で目立ちまくっちゃう気が。そして目指す敵に近づいた瞬間、じゃじゃーん。ほら、腕の膨らんだ袖から一瞬にして武器が取り出せる仕様になってるのよ。え？武器？そうよ。今回は右に取り回し自由な拳銃、左には制圧力を重視してサブマシンガンを用意したわ。袖口にはナイフも入っているから近接戦闘は完璧ね。しかもスカートの下には分解したライフルが入ってるの。今回用意したのはスナイパータイプの 12.7mm ね。アンチマテリアルライフルよ。スコープもあるから1キロ以上離れた距離からでも車両や壁を余裕で貫通できるわ。そして最後はと、お、これ何なんですか？これは手榴弾ね。ベチコートとドロワーズ部分にはたっぷりとポケットを作って手榴弾が入るようになってるのよ。どうしたの、レモンちゃん？こんなのメイドと関係ないんじゃ。甘いわね、レモンちゃん。これからのメイドはただニコニコとお掃除したりお給仕してるだけじゃダメ。お帰りなさいませ、ご主人様なんて膝をついて挨拶したり、スタンプ20個集めた相手にコスプレ撮影会をしたりしてるだけでもダメ。そんな分かりやすい属性だけじゃあっという間に時代に取り残されてしまうわ。これからの時代のメイドは見た目はどこにでもいる普通のメイドさんと見せかけて、裏では全身武器のバトルメイドだったり、実は先祖代々魔物と戦っているメイド大魔士だったり、銀が始まって以来の伝説のエスパーメイドだったり、禁止がいっぱいの未来人メイドだったりする必要があるのよ。これが新世紀のメイド萌えなのよ。ふむふむ、レモンちゃん、わかった？全然わかんない。っていうか、メイド萌えって何なんですか？ところでチカル様、私たち4人が作ったメイド服、どれをコンペに出すんですか？そうね、できれば変身部としてこれっていう衣装を選びたいわね。ご奉仕に使うんだから可愛いだけじゃなくて実用的なものを選ばないといけないわ。ということは？ということは、メイド探検部活動開始！メイド探検部！新しい。それって何の部なんですか？いつできたんですか？もちろん今作ったのよ。活動内容は今作ったメイド服を着てアストラヤの秘境を探検することよ。どうして探検するんですか？そこに秘境があるからよ。それと作ったメイド服のテストね。厳しい秘境探検に耐えられるメイド服なら着心地から耐久性、実用性は折り紙付き。この部活動で選んだメイド服を今度のコンペに提出するの。なるほど、とても合理的。そうなのかな。それじゃメイド探検部出発するわよ。おー、こちらブラボー1、ブラボー2、現在書庫入り口です。チャーリー1、応答願います。こちらチャーリー1、今玄関を通過、すぐに追いつく、そのまま先へ進め。ラジャー、行くよ。レモンちゃん、キズナちゃん、ここ図書館なんだけど。うん、
チカルお姉様が図書館の奥には秘境があるって。なんなのよそれ。なんか奥に行くほど薄暗くなってくるわね、この図書館。しかも進むにつれて周りの薄暗いところに人影が。何してるのかな。やだ、お姉様ったら意地悪。かわいいこと。今日は一段と綺麗だね。相変わらずお世辞が上手ね。騙されないわよ。分かってたんでしょ、こんなとこまで来て何をされるかくらい。もう意地悪しないで。なんだか楽しそうな会話してるね。キズナちゃん、これは楽しそうじゃなくて。何？何ってその、何っていうか、何なのよこの図書館。さすがチカルお姉様の言ってた通り、ここは秘境ってわけね。どんな秘境なのよ。これでいいの？ダメです、もっとこっちに。あれ、この声は奥赤つぼみちゃんと月立千代ちゃんの声？よく見えないけど、私たちのいる本棚の裏側にいるみたい。何の話してるのかな。あの私初めてなんだからね。誰でも最初は初めてです。何よ、先輩みたいに。力が入ってます、もっと力を抜いて。こう？もう少し右、そこ、もう少し左、そこ、そこ。ここでいいのね。どう？私だってつぼみさんにばっかりやられてはいられないです。何？強引ね。そんなところに。大丈夫、優しくしますから。そんな無理よ、いけます。ダメ、大きすぎる。お願い、一緒に。一緒に。何やってるんだろう。何って。はい、ただいま到着。あら、二人ともどうしたの？顔が赤いの。え、それはその、ほら、何ですよ。何って、何なの。あ、押さないで。ダメ、転んじゃう。何なの。ごめんなさい。あれ、二人何してたの。あ、何、私たち本を本棚に戻してたんです。つぼみさんにも手伝ってもらってました。初めてだったから教えてもらってやってたけど、思ったより大変なのよね、本が重くて。それだけ？他に何が？それはその、何というと、何っていうか、もう何なのよ。すいません。あら、レモンちゃんたら、何を期待してたのかしら。結局図書館で大騒ぎしたってことで、トランシーバーは没収されて追い出されてしまったわ。これからどうするのかしら。ねえ、カゴメちゃん。誰もいないの。あれ、キズナちゃんとチカル様は？二人ともどこに行ったのかしら。あれ、レモンちゃんとカゴメちゃんとはぐれちゃったみたいですね。そうね、大丈夫かしら。まあこんなところで迷うことはないと思いますから。あ、ほら、温室ですよ。新しい探検場所発見ね。メイド探検部行くわよ。了解。ここって
エトワール様以外入っちゃダメなんですよね。ダメって規則はないけど、あんまり入る人はいないわね。あ、静かに。シズマ、答えてほしいことがあるの。何？葵渚さんのことよ。あなた、あの子のことどう思ってるの？いつものちょっかいだと思って多めに見てたら、様子が違うみたいじゃない。何が違うの？あなた、今までの女の子と渚さんとの接し方が違ってるわ。そう。何よその返事。よく見てるのね、私のこと。当然でしょ。エトワールのあなたをしっかり管理するのは私の仕事なんだから。何？どうして近寄ってくるの？私は生徒会長としての職務を全うすることしか考えてないんだから。ちょっとシズマ、その手は何？私に何をするつもり？花。え？みゆき、左足が花を踏んでるわ。ごめんなさい、気がつかなかったの。せっかくの花を、ごめんなさい、折れちゃった。なんとか大丈夫みたい。よかった。何？何がおかしいの？あなたは意外とおっちょこちょいね。そんなこと言うの、シズマだけよ。それはそうね。あなたは他の人の前では冷静沈着な生徒会長だもの。あなたの前だってそうよ。そうかしら。またすぐそうやって近寄ってくる。だってどうしたの？今そこに誰かがいたような。誰もいないわ。おかしいわ、誰かいたと思ったんだけど、確かこのバラの影に。どうしたの？バラのトゲが指に。あ、血が出てるわ。大丈夫、ハンカチがあるから。シズマ、ちょっと。私の指を、そんな。はい、もう大丈夫よ。指を吸うなんて。これが一番いいのよ。嫌だった？うん、ありがとう。なんて言ったの？聞こえなかったわ。ありがとうって言ったの。どういたしまして。もう少しで見つかっちゃうところでした。危なかったわ。エトワール様とミアトルの生徒会長さんって仲が悪いんですね。あら、そう？今だって喧嘩してたじゃないですか。キズナちゃんにはそう見えるのね。違うんですか？そうね、もう少し大きくなったらわかるかも。さあ、レモンちゃんとカゴメちゃんを探しに行きましょうか。了解。静かなの。お御堂はいつ来ても静かよね。人もいないし、気温も低くてちょっと涼しいくらいね。あ、カゴメちゃんどうしたの？誰か来るの。え？どうしたの、光？何か用なの？あのね、ややちゃんに話があるの。え、何？ややちゃん、迷惑してない？どういうこと？私いつもババに行くとき、ややちゃんに一緒に来てもらってるでしょ。迷惑かけてるかなって思って。なんだ、そんなこと気にしないでいいのよ。でも、ややちゃん別に馬に興味はないんでしょ？そりゃそうだけど。だったら無理しないでいいんだよ、光。私は好きで言ってるのよ。だって私は光と一緒にいたいんだもの。本当？本当よ。
私はどんな時だって光と一緒がいいの。部屋でも学校でもそうよ。だからババにだって一緒に行くわ。そんな、いつも一緒なんて。あ、ヤヤちゃん、どうしたの？緊張しないで、光。これが私の本当の気持ちよ。え？私はいつだって光と一緒にいたいの。今までも、これからもよ。他の誰もいらないわ。光だけ。ややちゃん。だって私は光のこと。え？何？窓際のついたてが倒れてるわ。誰かいるのかしら？誰かいませんか？誰もいないわね。仕方ないわ。このついたて戻しましょう。うん。せーの。もう、せっかくいいところだったのに。ああ、びっくりした。見つかるかと思ったわ。なんで、逃げたの？だってそんなの。で、そういえば、別に隠れる必要なかったのね。でも、緊張しちゃったんだもん。パーシバルもカチカチなの。おーい、レモンちゃん、カゴメちゃん。あ、チカル様とキズナちゃんだ。よかった。やっと4人揃ったわね。それじゃ、探検部の活動再開よ。おー、お疲れ様。いちご社に到着。いろいろ大変な探検だったわ。楽しかったの。そろそろ部活の時間も終わりが近いわ。今日の活動報告をして、どのメイド服が一番か決めないと。そういえば元はそういう目的でしたね。どうしたんです、チカルお姉様。ドアの中から何かが聞こえるわ。ここって、あ、ここは確か大浴場なの。ええ、いちご社の大浴場。それって、設定はあるけど放映では一度も出てないという秘密の大浴場ですか？もしかして、中には。探検部、更衣室に入るわよ。あ、誰か入ってます。着替えが二人分あるの。チェックが鋭いわ、カゴメちゃん。じゃあ、ここは下着のチェックでも。ダメよ。それは探検部の活動とは違うわ。探検部がチェックするのは。するのは？この中よ。お風呂、気持ちいいね。渚ちゃんと一緒にこのお風呂に入るの、初めてですね。いつもお部屋でシャワーだもんね。こんな気持ちいいなら、もっと来ればよかったよ。さあ、体洗いましょうか。うん、全部私が洗って差し上げますね。いいよ、そんな遠慮しないでください。はあ、すっきりした。気持ちよかった。なぎさちゃんの背中、すべすべで素敵でした。またまおちゃんたら。でも、こんな気持ちいいなら、もっと来ればよかったね。そうですね。ところで、なぎさちゃん、お風呂上がりに一つお願いが。お？裸のうちに、なぎさちゃんのサイズを全部測らせてほしいんです。だって、ちょっと前に身体測定したばっかりじゃない！あの時はなぎさちゃん、食べ過ぎてたでしょ？だからもう一度測り直したいんです。私の渚ちゃんデータは常に完璧でなくてはいけないんです。編入した時測ったでしょ。平常期のデータは常に更新しなくてはいけません。やだ、待ってください。追っかけっこしてるわね。裸ですね。なんでそこまでデータが欲しいんでしょうか。楽
楽しそうなの。し、誰かが来るわ。隠れて。やだー。待って。あ、あれ、ひかりちゃん、ヤヤちゃん。あら、ああ、お風呂にいらしたんですか。お二人もお風呂に？ええ、ちょっとお御堂で片付けをしてたら汚れてしまって。たまにはここのお風呂もいいかなって二人で来たんです。ところで、お二人は何をしてたんですか？なんか、走ってたような。あ、それはその…あ、そうだ！ひかりちゃんとややちゃん、汚れたんなら体洗ってあげるよ。そうですね。私たちはもう洗ったので、お二人を洗わせてください。え？そんな、悪いです。遠慮しないでください。あら、あ、お姉様方、先輩方。あ、千代ちゃん、つぼみちゃん、どうしたの今日は。さっき図書館で本の整理をしてたら汗をかいてしまって。先輩方は何をしてるんですか？ちょっとみんなで洗いっこしようかって話に。それなら私も。あら、誰を洗いたいのかな。別に先輩方のお背中を流したいだけで誰とかいうわけじゃありません。渚お姉様、私お背中をお流しします。ありがとう。でも私洗ったばっかりで。あ、そうですか。あ、やっぱり洗ってもらっちゃおうかな。はい。素直ね、千代ちゃんは。それに比べてどこかの1年生はどうしてこう意地っ張りなのかしら。もうややちゃんたら。私が洗って差し上げたいのは。あら、珍しい先客がいるわ。エトワール様。六条生徒会長様。大浴場にこんなに人がいるなんて珍しいわね。お二人はどうして。温室の世話をしていてちょっと汚れたので、たまにはこっちに入ろうかと。お互い洗いっこしてるの？楽しそうね。私も混ぜてもらおうかしら。エトワール様。ちょっとシズマ、何かいけないこと言った？あ、いえ、別に悪いことじゃないけど。それじゃあ、誰を洗って差し上げようかしら。ああ、なぎさ、一緒にどう？遠慮しなくてもいいのよ。ダメ！ダメです！あら、何かしら。なぎさちゃんは私のものですから。なぎさお姉様を洗って差し上げるのは私のお仕事です。みんな引っ張らないで。いや、ちょっと誰か変なとこ触ってる。ダメ、そこはダメ。それでつぼみちゃん、誰を洗いたいわけ？それは。ああ、そっか、私のこと洗ってくれるの？ありがとう。そんな、まさか違うに決まってるじゃないですか。あら、そう、つまんないの？そうですか。そこまで言うなら私だって。何よ、そんないやいややってもらわなくてもいいわよ。いやいやじゃなくて、その…ねえ、3人で一緒に洗いっこすればいいじゃない。そうね、賛成です。じゃあそうしましょう。うわっ、何胸に触ってるんですか、いやいや先輩。しかも後ろから。つぼみってよく見ると1年生なのに結構胸あるよね。だからってなんで触るんです。いいじゃない、だって光のより触りがいありそうなんだもん。そんなことありません。絶対違います。離してっていうか手を動かすの禁止。なんか楽しそう。なぎさお姉様と洗いっこしたいの。まさかエトワール様まで大浴場に。
なんてすごいことになってるの。この中はまさにパラダイス。探検したい。いえ、ここを探検しないで何のための探検部なの。行くしかないわ。楽しそうですね。あら、シスター。一体大浴場の更衣室で何をしているんですか。ルリムの生徒会長さんまで一緒になって。これは。だいたいこの格好はどうしたんです。みんなおかしな服装。これは規則違反ですね。これは私たちお風呂に入るんです。入るんです。そうね。ほら、みんな脱ぎましょう。はーい。ちょっと、あなたたち待ちなさい。お邪魔します。しまーす。チカルさん、カゴメちゃんも。パーシバルも入るの。私たちも。あー、気持ちいい。疲れが取れるわ。私たちも入ろっか。うん、ええ、私もまた入ろうっと。そうですね。私も入ります。そうね、入りましょうか。はあ、いい気持ちいい。結局探検部の活動どうなっちゃったんでしょう。今日の部活動はおしまいね。後でみんなで洗いっこしましょう。はーい。気持ちいい。パーシバルも気持ちいいって言ってる。あら、そういえばシスター、ご一緒にお風呂いかがですか。いかがですか。いかがですか。なの。あら、みんな一緒に。たまにはそれもいいわね。なんて言うとでも思ったんですか。このお御堂は当修道院の最も由緒ある建物です。今回特別にここの階段を掃除してもらうことになりました。結局許してもらえないんだね。お御堂の階段掃除をしなくちゃいけないの。では始めてください。はあ、4人でこの階段を掃除するのは大変ね。ん？でもよく考えたらこれって悪くないかも。どうして？だってメイド服の機能を試すにはやっぱり実践が一番だもん。そうね、メイド服は探検よりもやっぱり掃除が似合うわね。よーし、それじゃ今から部活動よ。賛成。メイド掃除部活動開始。さ、お掃除頑張るわよ。おー、やれやれ、全然反省の色が見えないわね。静粛に静粛に。これより恋愛部第2回の活動を開始します。あれ、出席者はレモンちゃんだけなの？うん、カゴメちゃん用があるって。へえ、せっかく恋愛部がこれから盛り上がるところなのに。どうやって盛り上がるのよ。てっきりこの前で活動終了だと思ってたわ。あ、カゴメちゃんじゃない。用事は？新しい部員連れてきたの。入って。こんにちは、入部希望の新人、源チカルです。チカル様。期待の新人。なるほど。すいません、別にチカル様に隠すつもりはなかったんです。むしろ嬉しいわ。あなたたちが自分で楽しいことを探そうとしてくれてるんだから。でも結局恋とか愛とか私たち全然わかんないんです。実感がないっていうか。チカルお姉様、やっぱり私たちには恋愛って早いんでしょうか。
そうね。そうだわ。確か恋愛部って素敵な恋の話をするのよね。ええ、一応。じゃあ、私も新入部員として一つ恋の話をするわ。ちょうど、絆ちゃんやレモンちゃんと同じ2年生の女の子の話よ。本当ですか？私たちと同じ年の子の恋の話なんて。素敵！聞きたいです。聞きたい。じゃ、始めるわね。ちょっと前の話よ。このアストラヤーのある学校に2年生の女の子がいたの。あれ、さゆりとあやめがいなくなっちゃった。はぐれちゃったのかしら。まったく、せっかく結成したアストラヤの丘全土調査部、初の活動日なのにみんなバラバラになっちゃう。記録もできないわ。それにここどこなのかしら。え？馬が！大丈夫かい？はあ、驚いた。こんなところで馬に会うなんて。脅かしてごめん。馬の散歩してたんだけど、この馬がこっちに来たがるもんだから僕も引っ張られちゃって。僕？どうかした？まさか、まさかこのアストラヤに男の子が！待って、逃げないでよ！いつもここまで馬を連れてきてるんだ。水辺で遊ぶのが好きみたいだから。ごめんね、さっきは男の子と間違っちゃって。うん、うん、汚れた乗馬服に手入れしてない短い髪じゃ間違われても仕方ないよ。乗馬部に入ってるの？うん、僕はまだ馬には乗せてもらえないけどね。今は馬の世話だけ？こいつの世話を任されてるんだ。ちょっと気の荒いところがあるらしいんだけど、なぜか僕には懐いてる。馬が好きなのね。うん、ああ早く乗ってみたいな。そして馬場をかけてみたい。最初はゆっくりと、そして少しずつ早く、ウォーク、トロット、キャンター、ギャロップ。乗馬部か、まだ作ったことなかったな。え？ううん、なんでもない。素敵だなって思っただけ。君はどうしてあんなところにいたの？うちとは別の制服を着てるのに。ちょっとアストラヤの丘全体を調べてみようとしてたの。探検みたいなものね。へえ。僕なんか他の学校の敷地に勝手に入るのはちょっと躊躇しちゃうな。面白そうなことがあるのかなって考えると、どんなことでもやってみたくなっちゃう性格なだけ。でも、ん？その性格のおかげで今日あなたに会えたわ。確かにそうだね。そろそろ厩舎に戻る時間だ。私もそろそろ学校に戻らないと。それじゃ。ねえ、いつもここに来てるの？うん、毎日同じ時間に。そう。それじゃあ、さよなら。さよなら。いや、また会ったね。ずいぶん早くからいるのね。毎日同じ時間に来てるって言ってたのに。いつもより1時間も早くここに来てしまった。どうして？わからない。今日は少しでも早くここに来なくちゃいけないって気になったんだ。君はどうしてここに来たの？うん、わかんない。あなたと同じよ、きっと。ここにお座りよ。え？このサンドイッチ美味しいね。君が作ったの？今日はサンドイッチ研究会の活動だったの。そんなクラブがあるんだ。
いつでも参加していいわよ。うちのクラブは格好が違っても入れるから。いや、僕はやっぱり馬に乗るだけで。どうして乗馬が好きなの？他人と戦わなくていいからかな。乗馬って競争するんじゃないの？それは競馬。乗馬は一人で馬に乗り、騎乗の正確さや美しさを競うんだよ。へえ、そうなの。うちの家は代々武術の宗家でね、僕も子供の頃から叩き込まれたんだ。でも僕は相手を傷つけて戦うのが好きじゃなくて、ずっと嫌だった。その反動で乗馬が好きになったのかもしれない。いつまで経っても馬に乗せてもらえないけど。どうして？背が低いからかな。ほら、君よりも小さいだろ。このまま背が伸びなかったらずっと馬に乗れないのかも。大丈夫。え？見ればわかるわ。あなたは女の子だけど、まだ成長してる途中。これからもっと背が伸びる。私なんかよりも高くなるわ。手も足も長く伸びて、すらりとした王子様のような素敵な人になる。きっと下級生の女の子たちから黄色い声を浴びるわ。本当？本当よ。嬉しいな。君が言うとなんだか信じてしまいそうだ。王子様とか黄色い声は余計だけど。そうなの？僕はこれでも女の子なんだよ。そうね。女の子ならどうして僕なんて言うの？なんでかな。なんだか周りが僕が自分のことを僕って言うと喜ぶんだ。僕のことを男の子みたいに期待してるのかな。だから期待を裏切るのが嫌で。自分が本当に嫌ならやめればいいのに。嫌ならやめてもいいか。君は本当に自由だね。自由は自分で手に入れるものよ。持ってて誰かにもらうものじゃないわ。その通りだね。ほら、水が冷たくて気持ちいいわ。濡れるよ。濡れたら乾かせばいいの。ほら、やったな。そうやったわね。待て。待たない。危ない。大丈夫？ありがとう。あなたが抱き止めてくれなかったら転んでたわ。うん。私重いでしょ？全然。重いわよ。全然平気だから。やっぱり重たかったんでしょ。うん、僕が小さいから。早く大きくなってよね。服もう乾いた？少し湿ってるけど平気。一号車に戻って着替えればいいから。ほらね。あなたは大丈夫？うん、部室で着替えるだけだし。そうね。それじゃあ。待って。どうしたの？僕明日もここに来てるから。私は毎日別の部活で忙しいの。知ってる。でも明日は来るわ。ありがとう。自分が来たいから来るだけよ。うん、僕も来たいから来るんだ。それじゃあまたね。またね。おかえりなさい。今日は随分遅かったわね。あ、部長すいません。ちょっと帰り道で時間がかかってしまって。どうどう。
またねか。また明日も会えるかな、あの子と。また会いたい。なんでこんな気持ちになったんだろう。この気持ちって何なんだろう。服が濡れてるわね。ああ、池で転んでしまって。気をつけなさい。おやすみなさい。またねか。明日も私はあそこに行く。明日だけ？明後日は？その次の日は？その次の次の日は？会いたい。あの子に会いたい。これは何なの？どうしてこんな気持ちになるの？明日会えばわかるのかな？この気持ちのこと。明日また会えば。明日会えばわかるのかな。明日また会えば。悪魔場ライブの活動が長引いちゃった。でもなんとか間に合いそう。あれ、はじめましてかしら。どなたですか。ジョーバブの部長といえばわかるかしら。あの子が所属してる。はじめまして。何かご用でしょうか。私が聞きたいわ。どうしてあなたは別の学校の敷地に勝手に入ってくるのかしら。それも一日だけじゃなく毎日。知ってたんですか。ええ、あなたは知らないでしょうけど、あの子はね、うちの学校の将来のスター候補として私が預かってるのよ。だからあの子の周りにはいつも目を配ってるわ。わかるかしら。あの子に他の学校の悪い虫がつかれちゃ困るの。私は虫ですか。気を悪くしたらごめんなさい。でも私の言いたいことはわかってくれるわね。言うことを聞かないと言ったら。そうね、あなたを止める権利はないわ。でもあなたがそうしたら、あの子は我が校の将来のスターとしての資格を失うことになるわ。私たちにとっては何の価値もなくなる。そうね、そんな子は乗馬部に置いておく必要もなくなるかもしれないわ。退部させなくても卒業までずっと馬に乗れない部員のままっていうことになる可能性もあるわね。卒業までずっと馬の世話だけ。あなたどう思う？ずるいわ。私は可能性を言っただけ。あとはあなたが決めればいい。このまま行ってあの子に会うか、それとも道を戻って二度とあの子に会わないか、二つに一つよ。一つだけ聞かせてください。何かしら。私がこのまま帰ったら、そしたらあの子を必ず馬に乗せてくれると約束してくれますか。そうね、約束してあげてもいいわ。あなたが二度と会わないと約束するなら。わかりました、約束します。いい子ね。それじゃあさようなら。さようなら。これでいいの？だってあの子あんなに馬が好きなんだもの。馬に乗れないなんてそんなこと絶対ダメよ。
これでいいんだ。私たちたった2日前に出会っただけだもの。出会う前に戻っただけ。それだけ。あれ、なんで涙が出てくるの？なんで私泣いてるの？泣くな私。泣くな。ただ前に戻っただけ。それだけ。教えて、この気持ちは何なの？どうして私泣いてるの？彼女が来ないって？部活動が忙しくて来られないそうよ。ずっと忙しいみたい。だからここには二度と来られないって言ってたわ。そうですか。じゃあ部活動が終わったら私が会いに行きます。あの子に会いに行く時間はないわ。今日からあなたは馬の世話が終わったら一号車の門限ギリギリまで馬に乗る練習をするのよ。え、馬に乗っていいんですか？ええ、そろそろいい時期だと思ってたのよ。それにあなたを馬に乗せるよう勧めてくれた人もいたし。やったよかったな。やっとお前に乗れるよ。厩舎に戻って早速練習よ。あれ、どうしたの？あれ、なんだか涙が。おかしいな。どうしてだろう。なんでかな。なんで私泣いてるんだろう。なんで。嬉し涙に決まってるわ。そうなのかな。なんだろうこの気持ちは。なぜ私は泣いてるんだろう。こうして2人の2年生は別れてしまったのでした。その後の話は？二人はどうなったの？さあ、その後のことはわからないわ。本当に二度と会わなかったのかもしれないし、会っても話すこともなかったのかもしれない。でも、もしかしたらもう一度会って今度はちゃんと恋に落ちたのかもしれないわ。きっとそうですよ。私もそれに賛成。素敵な話だったな。さすがチカル様。やっぱり恋愛部部長もチカル様に決まりですね。ありがとう。そろそろ時間ね。それじゃあ恋愛部の今日の活動は終了。はーい。今日は素敵なお話が聞けたね。私たちと同じ年でもちゃんと恋をしてる子もいるんだね。そうね、私たちもきっと素敵な恋に。誰と？え、誰とって。私は私は恋をするならやっぱりキズナちゃんと。あれ、キズナちゃん？キズナちゃん、もう寝ちゃったの？早すぎー。パーシバル、
恋って何なの？チカル様、今日のお話ししてる時少し寂しそうだったの。パーシバル、恋のお話をしてるチカル様はどうして寂しそうだったの？ねえ、恋って悲しいものなの？カゴメね、とってもとっても恋のことを知りたいの。だからいつかカゴメに恋のこと教えて。パーシバル、いつかきっとお願い。パーシバル、ドラマ CD ルリム編、お姉さまとメイド騒動。キャストは源千春役、中島咲です。アニメの本編で恋愛話がなかったんですが、 CD ドラマでユリの話ができてよかったです。個人的にビバ部長ありがとうございました。ヒューガ絆、そして鈴見珠緒役の清水愛です。玉緒ちゃんはがっつりあのアニメとかドラマ CD でも恋をさせていただいたんですが、絆ちゃんもいつか素敵な恋ができたらいいなと思います。ありがとうございました。夏目レモン役の宮崎宇衣です。今回初めてルリムのことをいっぱい知れたんじゃないかなっていうふうに思っています。楽しかったです。ありがとうございました。白檀かごめ役の福井ゆかりです。かごめちゃんがこんなに言葉を喋れる子だったんだっていうのにすごい感動しました。本当にラジオドラマで、ドラマ CD で、こんなに喋れてよかったです。ありがとうございました。青い渚役、中原舞です。お疲れ様でした。今日は、玉緒ちゃんと一緒にお風呂が入れてよかったです。花園静馬役、野畑目瞳です。そうですね、もうアフレコの本編の方が終わってから久々にシズマを演じたわけですけれども、楽しかったですね。また皆さんに会えるのを楽しみに待っております。月立千代役、斉藤千葉です。今回ちょっとエロいシーンがあったんですけど、その後にレモンちゃんが何やってるんだろうっていうセリフがあって、私も本当に何やってるんだろうと思いました。ありがとうございました。六条みゆき役、野田純子です。恋ですか、してみたいですね。ありがとうございました。この花光役の松木美優です。もしあの部長さんが光の時代にいたら幸せになれたのかな、どうなのかなと考えながら聞いてました。楽しかったです。ありがとうございました。大鳥天音役、海田優子です。天音にこんな過去があったとは、ごめんね光。でもなんか今の天音は今のなんだっけ、チカルを、はい、このチカルだとは気づいてないんじゃないかなってさっき表で話したんですけど、あ、じゃあ光一筋ということですよね。よかったです。ありがとうございました。楽しかったです。なんとやや桑谷夏子です。何を喋ろうとしたのか忘れちゃった。最後の最後までやややちゃんはややちゃんだなと思いました。本当に今までどうもありがとうございました。奥若つぼみ役の川さくらです。ちょっとドキドキするシーンがありまして、もっとセクシーにと言われて頑張って演じましたが、いかがでしたでしょうか。個人的には休憩時間に、犬を飼っている皆さんのお話を聞いていて、犬飼いたいななんて思った、そんなひとときでした。桜木香織役の岩村琴美です。香里ちゃんは死んじゃって天国に行っちゃったんですけど、天国からでもこの CD ドラマに参加できてとっても良かったと思います。ありがとうございました。シスター浜坂役の山形香里です。今日は久しぶりに若い女の子たちに囲まれて幸せなひとときを過ごせました。できれば一緒にお風呂に入っていろいろもらいたいです。部長役の大原さやかです。
黒さを出せる役は快感ですね。欲を言えば名前が欲しかったです。ありがとうございました。生徒役、南條佳乃です。素敵な、ドキドキする女学園、女学校の話、女学校の生活を覗くことができて楽しかったです。ありがとうございました。生徒役の阿部玲子です。今回すごくドキドキするシーンで出させていただいて、生徒なのになんでこんなセクシーなんだろうと思ったりしましたが、とても楽しくやりました。ありがとうございました。以上でお送りしました。青い渚さん、また廊下を走ってましたね。あ、すいません、シスター。 あれ、何か落ちてますよ。あ、これは皆さんへのお手紙です。今届けようと、あ、いた、転んだので腰が。あ、シスターは休んでてください。手紙は私が届けてきますから。そう、それじゃお願いするわ。はい、郵便配達の青い渚、行ってまいります。ちょっと、廊下は走るなと言ったばかりですよ。あ、ごめんなさい。まったく。渚ちゃんのご両親へ。いつもいつもお嬢様の一番の親友であり、最も信頼されている同室の友人からご連絡したいことがあります。お嬢様はあまりに素敵で可愛くてプリティでコケティッシュで魅力的なために、は、いえ、一部の心ない上級生が彼女に悪いことをしようと近寄ったり、心を惑わせようと企んだりしています。もちろん親友の私が常に守っていますが、心ない上級生が今後手出しをしないようご両親もご注意くださいませ。たまおちゃん、お手紙届いてるよ。あれ、何か書いてたの？お手紙？あ、ええ、ちょっと両親に。そうなんだ。あ、じゃあ私手紙の配達してくるね。さあ、続き続きと。そうそう、渚お嬢様に上級生はさっさと見限って同室の親友鈴見珠緒ともっと仲良くするように、ぜひご両親からもご指導くださいませ。渚お姉様のご両親様、私はお姉様のお部屋番であり、また妹としておそばに仕えて可愛がっていただいております。でもいつもいつも寮の同室のお友達が渚お姉様を独占していて、私と過ごす時間が少ないように思います。お友達は学校でも同じクラスなんですから、一護者にいる時くらい渚お姉様を妹の私に譲ってくれてもいいと思うのです。それと聞いた話では、同室の方は毎晩渚お姉様に悪いいたずらをしているという噂があります。郵便配達の青い渚到着。千代さん、お手紙だよ。渚お姉様、千代ちゃんもお手紙書いてたんだ。それじゃあ私行くね。あ、はい。さ、続き続き。とにかく渚お姉様に妹の月立千代ともっと一緒に過ごすように言っていただければ。ご両親様、はじめまして。私、アストライアの全生徒を代表する者として、また一先輩としていつも渚さんに目を配り相談に乗ったりしておりますが、どうも彼女は少しフラフラした性格なのが心配なのです。彼女は人がいいせいか、同級生下級生は優に及ばず、気がつけば他校の生徒とまですぐに仲良くなってしまいますので、彼女を教え導く立場の私としては心配が絶えません。
そこに置いておいて。はーい。さてと、本当に大切な人は良き姉である花園静馬ただ一人と、ご教示いただけると助かります。渚さんのご両親様、突然のお便り失礼いたします。本日ご相談したいことは、娘さんの性格、特にあまりにもぶしつけで遠慮のない性格のことについてです。普通このミアトルに転校してきて間もない子は上級生、特に生徒会長の上に位置するような立場の人間においそれと近づいたりはしないものです。しかもシズマの、いえエトワールの気持ちにつけづけと踏み込む、その神経たるや。六条さん、お手紙です。どうしたんです？大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ。手紙はそこに置いておいてちょうだい。はーい。つまり私としては、シズマの心を乱すようなことは控えてもらいたいと。郵便配達の青い渚、ただいま戻りました。ご苦労様。今日はみんなお手紙書いてました。すっごい偶然。あなたは書かないのですか？なんだか面倒で。たまにはご両親にお手紙を書いたりするのもいいものですよ。はい、今度書いてみます。それじゃあ。また廊下を走って。元気すぎるのも考えものね。今度ご両親に注意してもらうようお手紙でも書こうかしら。渚さんのご両親へ、天国よりお便りいたします。私は天国に来てからもずっと、どんな子が私の代わりに静馬に愛されるのかと楽しみにしていました。しかし渚さんのようなキャラクターは私の想定外でした。なんていうか、こう可憐さとか儚さとか、そういうのが皆無って感じちゃありませんでしょうか。それにしても静まったら、もうちょっと人を見る目養ってほしかった。あ、失礼。ということで、ご両親には再度娘さんのしつけや教育を見直していただけないかと思うのですが。私はこのいちご車で楽しい日々を過ごしています。素敵な先輩、優しい友達、可愛い後輩に囲まれて幸せいっぱいの日々です。ストロベリーパニックドラマ CD ミアトル編、お姉さまと下着騒動。へえ、なんで下着騒動なの？もちろん渚、あなたの下着のことよ。いえ、下着なんて必要ないわね。私が欲しいものは下着の中のあなた。いけません、渚お姉さま。私のお姉さまは下着姿なんて他の人に見せちゃいけないんです。あら、渚ちゃんの下着のことなら私は全部知ってますわ。柄も色も生地も数も、いえ、お気に入りから勝負パンツまで全て私のメモに。ちょっとたまおちゃん、何メモ取ってるの？それに勝負パンツって何よ。そのメモちょっと見せてくださらない？私も見たいです。ちょっとみんな。